マッシュ、アメルだ。早く、村のみんながお前たちを待ってるぞ。ごめん、寝坊しちゃった。16歳の成人の日がこんなに慌ただしいなんて、全く悪い予感しかしないわ。喜べ、伝統にのっとってお前たちは今日から村守備隊の任に就くのだ。伝統って、これ本当に強制徴兵じゃないの？私たちより1年早く村の番犬になっただけなのに、何その態度、ムカつく。うるさいぞ、早く来い。あれは帝国の兵士？何？どういうことだ？守護神に敬意も払えぬ勇敢たる村長殿、最後にもう一度聞こう。守護神に歯向かう魔女はどこだ？この村でかくまっているのだろう。何を言っているのだ？この村にそんな娘などおらん！村長、ゲニル、早くお父さんを助けよう。宮司、くそ、大勢で囲みやがって。この人、どうして私を睨んでるの？魔女よ、ようやく現れた。聖教軍、拘束しろ。なんなの？私は魔女なんかじゃないわ。グニル、マッシュ、アメルダを連れて早く逃げるんだ。クソ、なんだこの状況。お前たちは何者だ？待て、お前。私か？私は神の代言者、守護神のしもべ、シベリル帝国の大司教ガンビーノ。おとなしく魔女を私に渡せ。さすれば慈悲深き守護神はあなたたちをお許しになるだろう。何もしないのに、どうして、どうして私？魔女よ、貴様の存在そのものが守護神に対する冒涜なのだ。なんてひどい神だ。お前の言う守護神とやらは目も耳も不自由な盲目の神なのか？お前らそんな話をしている場合か。あいつらを追い返せ。アメルダを守るんだ。私の職業は見習いシスター。少し遠い距離から攻撃ができるよ。私、全部前アメルダ、そんな攻撃じゃ何の役にも立たないぞ。早く逃げろ。逃げないといけないって誰が決めたわけ？信じられない。なんだこの魔女は一体何を言ってるんだ。このクラクラする感じは一体、まさか魔女の呪いか。
アメルダが何を言っているかよくわからないけど、敵も混乱してるみたいだね。アメルダのツッコミはどんな攻撃よりも強いからな。ツッコミには才能が必要なんだぜ。マシュ、アメルダのツッコミだけじゃ敵を倒せねえ。早く彼女の援護に回ろう。行くぞアメルダ、すぐそっちに行く。俺の出番だ。我が神。我が手の内から逃れられるとでも。え？嘘でしょ？もう逃げ場はない。敗滅の宿命を受けよ。聖教軍、やれ。やめろ！最後の障害も消えたか。もう誰も私の計画。光の勇者たち、ラングリッサーを守護する騎士たち。そんなバカな。ラングリッサーの力だと。バカな。アメルダが光ってる。私は失楽の光の女神ルシリス。私の願いを聞いてください。光の女神？どういうことだ？アメルダの声じゃない。暗闇の封印が破られました。魔剣の影が再びこの世に忍び寄っています。聖剣はすでに破壊され、折れた剣は復活の時を待っています。我がしもべをジェシカを探すのです。彼女があなたたちを導くでしょう。
命の勇士たちよ、私の手を取りなさい。マシュ、早く彼女に。これは私の最後の力。英霊たちよ、私たちの希望をお守りください。お前たち全員覚えたぞ。お前たちは我が敵だ。一人も許さん。オーゼル、光は必ず闇を倒す。幻がほざくか。それなら試してやろう。計画通りだ。大司教、魔女が消えてしまいました。どういたしますか。この異教の女神を相手にするには私の力は消耗しすぎた。逃げた魔女を追跡することさえもできん。この村を全部浄化せよ。老若男女一人も残すな。守護神の怒りを鎮めるのだ。守護神は我々が剣を罪なき村人たちに突きつけることをお許しにならないでしょう。この村は私が預かります。ボタニクス将軍、どうしてここに。しかし将軍。構わん。ボタニクス、帝国の将軍は守護神を冒涜する異教の魔女を見逃すことはない。そうだな。もしその魔女が守護神の敵ならば、私が必ず捕らえましょう。お任せください、大司教様。では吉報を待つとしようか。また会おうぞ将軍。村、とりあえずなんとかなったか。だが国王にお知らせしなければ。馬？帝国の追手か？
シベリル帝国騎士団ボタニクス将軍だ。自己紹介しておくよ。すまない、君たちを捕獲させてもらう。ボタニクスだったか。あんたは話が分かる人だと思う。聞いてくれ、この戦いは無意味だ。ここはすでに戦場だ。言葉でなく剣で答えよ。騎兵隊長、彼らを捕らえよ。手荒な真似をするなよ。了解しました。舐めてるのかこいつら。剣で答える？帝国は話。おいおいおい、気をつけろよ二人とも。グニル、右側の二人は任せろ。俺のジョブなら奴らの左側の僧兵は任せた。自分のジョブの長所をうまく利用するんだ。わかった。全部任せろ。何かお手伝いできることありますか？そこまでだ。わかった。何？俺の剣が君たちが正しきものであると教えてくれた。もう行っていいぞ。そんな、私たちは申し開きさせてもらえないのですか？ガンビーの大司教は魔女討伐を諦めないだ。無駄に戻らない方が。だが、帝国将軍の名誉に誓って保証しよう。大司教に君たちの村に指一本触れさせない。まさか帝国にあんたみたいな人がいるなんてな。自分たちが進む道を見つけるんだ。進んでしまったら最後、後戻りができなくなるかもしれない。では、さらばだ。俺たち、どこに行けばいいんだ？